こんにちは、ドクター熱血です。さあ本日アップデートがありました。前回は神アップデートと言われていましたけども、今回はどうなることやら。まあ蓋を開ける前は200解放とかねえよっていう風な話だったんですが、本日から 4.5.0 アップデート、そして新機能能力解放追加、これですね。お城キャラクターで150に達してソウルツリーのすべてを、最大まで解放していると、宝玉の意思によって、能力が解放されるというふうなものですね。それぞれのキャラクター全属性、最低80個ずつ必要になり、自分の属性はさらにプラス80個というふうに聞いてます。まだね、俺も解放してないん でバトルランキングの報酬として3個と2個なんですけど、ぶっちゃけあんまり美味しくないですね。俺このために総隊長を目指してたんだけど、まあバトル3キャラ終わったら隊長リーグにまた戻ろうかなと思います。はい、そんな感じで、あとは動画投稿とか動画録画機能とかが追加されたりとか、キャラクターの図鑑仕様変更とか、実際にちょっと見てみましょうかね。何が変わったんだろうか。図鑑？なんか変わったか？ごめん、どこら辺が変わったか俺よくわかんない。せっかく開発頑張ってくれてるのに、ごめん、よくわかんない。さあ、とりあえず解放いきましょう。今回は僕は、ノイトラ、こいつを無月ですね。能力解放のマークが僕一回ねボスドローしてるんで4個ですね。レベリングソウルが追加されます。はい、あっさりしてるのね。ここでちょこっとだけアップできる。4だからやっぱ80ですね。で、ここだけ40の8、あれ80だな。やっぱり80の、で、力、力が80プラス80のやっぱ160ですね。自分の属性が160でその他が80つですね。さあ皆さん、これから頑張って周回していきましょう。あ、ちなみにレベルが上がるの2まで、まあこんなもんか。まあ最後の方が大変なのかな。はい、とりあえずこんな感じですね。さあ、これからですね、生放送を行いつつ、しっかりと集めていきたいと思います。まだね、まだ始まって1時間ちょいなんですけど、2時間か。あの、印象としてなんだけれども、雫を集めるだけであれば、おそらくね、星4周回する方が早いです。星4周回した方が、いいし、あんまりソロと、共闘であんまり変わんない印象なんだけど、ちょっとなんとも言えないですね。これから、今日は生放送しつつがっつり集めていきたいと思います。今回はここまでです。以上ドクター熱血でした。お疲れ様でした。ごめんなさい、この説明もちゃんとしなきゃいけなかった。せっかくね、これですね、録画機能を有効にする攻略動画を表示するは別にいらないや。録画機能を表示するをここでオンにしておくと、どうしようかな。鍵盤だけはきついな。まあ、いいか。あ、ここですね。ここで選択ができますとなってます。
このせっかくのね、動画投稿機能がついたのを説明し忘れてたんで、追加で。オプションからオプションのアクションでできます。以上です。